ップチャンネル。今週もやってまいりましたお茶いこ、あ、今週じゃなくて今日ですね、毎日あの平日やってますもんね、今日はですね担当キャスト過去でお届けをしてまいります。よろしくお願いいたします。あのこの時間はですね10分ぐらいなんですけれども、ショップチャンネルでお客様とのいろいろこうね情報をやり取りしながらテーマを決めてっていう、まあちょっとラジオ形式のような感じでお届けをする番組でございます。今日はですね、投稿をいただきました方々の中にはですね、レギュラーの方もレギュラーというかたくさん毎回あの応募してくださる方もいらっしゃるんですが、ご紹介させていただいた方にはステッカーを差し上げますので、ぜひ楽しみに、こちらの投稿をお願いします。さあそれではですね、今日の投稿テーマ、今日の投稿テーマは今週これ今週熱くなったエピソードを教えてください。まあ、今のスポーツの祭典も世界的にパリで行われていて、ね、もう本当いろんなもうファンの方がいたりとか、もう気持ちを熱くして夜中ね、そういうあの拳を握っている方も多いと思うんですが、このエピソードで、今回、皆様方が投稿をいただきましたので、ちょっとご紹介していきますね。あ、そうだ。まずね、まずこの投稿テーマの前に、実はお客様方からあのショップチャンネルの質問メッセージがということで、あのお電話というかメッセージいただきましたのでご紹介します。ひーちゃん様、久しぶりの投稿です。8月2日は私の81歳の誕生日です。そして9月には結婚50周年を迎えます。すごいですね。ね、8月迎えて、これ今日ね、今日81歳お誕生日で、お誕生日おめでとうございます。ひーちゃん様もうね、めでたいめでたい。だって81年もですよ、もうそして50周年、ご結婚も50周年ですか。すごい、なんかこう2024年が記念のね年になりますね。長く続きました、いろいろあったでしょうここに長く続きましたってあるだけでも本当にひーちゃん様のね、なんか今あのいろんなこの思い出がね出てきたのかなと思うんですが、まだまだおしゃれをし元気に過ごしていきたいと思います。ショップチャンネル大好きですということで、ひーちゃん様本当にお誕生日おめでとうございます。これからもご健康でおしゃれのアイテムをぜひショップチャンネルでお選びになっていただければと思います。メッセージありがとうございました。ひーちゃん様にもステッカー差し上げますので、ぜひ楽しみにお待ちください。さあそれではですね、ここからが今日の投稿テーマ、熱くなったエピソードを教えてくださいということでご紹介させていただきます。朝から天丼様、もういつもありがとうございます。もうこの方はもうレギュラーになってきましたね。社会人デビューの頃からお乳の腕時計が嬉しくて、歩きチラ見、これ歩きながらちょっとね、あ、買ったんだなっていうね喜びで見てたんでしょうね。何かにつまずき転ぶ時計と心で叫び、反射的に腕を丸めて肩から転倒、一回転して歩道に大の字に、痛さも感じない、これなんていうんですかね、あの熱死体験ね、かな、ね、ね、あっち体験かな、ね、ちなみに時計も私も無傷でした。いやもう本当に初めて、ね、社会人デビューした時にやっぱり時計ってやっぱりなんかこうすごく嬉しいものじゃないですか。それをわざわざね転んだ瞬間にやっぱりこう肩から転倒して、もう時計もね、ただ運動神経がやっぱりあったんでしょうね、素晴らしい、まあ、この時には熱くなったって、よかった。もうまずね転んだ瞬間に、あ、時計から見ますよね、きっとあの朝から天丼さんもその時に、いや焦ったっていう感じで、ね、びっくりされたと思いますけど、これねちょっと忘れられないエピソードですよね。ありがとうございます。こちらね、ステッカー差し上げます。あ、メッセージもね今日来ていただきましたね。ん、大丈夫ですか、メッセージもね、ありがとうございます。さあそして熱くなったエピソードを教えてくださいということで、白熊くん様、この方もねもう毎回ね投稿してくださってありがとうございます。かなり昔クレーンゲームの沼でした。毎日ゲーセン通い、もうやめられない、100円硬貨を握りしめゲームと退治スタート、狙った獲物をゲットするまで家には帰れない。そうなんですか、ね、もう本当にうさぎ、とにかくもう本当にね最近変換すると難しい漢字がいっぱい出てきて読めなくてすみません。とにかく毎日通いました。当時使ったお金で家一軒建てられるほどです。これすごくないですか、家一軒建てられるぐらいって、なかなかね、まあ、私はあのゲームに沼ったことはないんですけど、ちょっとゲームにはまると、私なんかはちょっと学生時代はですね、あのインベーダーゲームとかをね、あの喫茶店でこうカウンターのテーブルのところにインベーダーゲームがあって、それをとか、まあ、あのテトリスとかね、あのゲームボーイとかね、
知らないですか。一番私がハマったのはこういうゲームでいくとたまごっち。たまごっちをねこう育てて餌をとかご飯をやりそびれるとこうなるとかね、そういうのを友達でやった思い出がありますけど、なかなか家一軒分これ今考えたらね、そのお金があったらなんてちょっと思っちゃうと思いますけど、でもこの当時はね本当に熱くなるこういう思い出って実は本当にとことんまでいけるっていうこともすごいと思うからいい思い出じゃないですかね。白熊様ありがとうございました。あ、そしてありがとうございます。あ、そしてメッセージ、これも今メッセージね、次いきますよね。メッセージもう1枚いきます。今日はねちょっとニアミスでポンポンいろんなものが出てますけど気にしないでください。生放送です。さあ、熱くなったエピソード。チーボー様、40年くらい前の就職試験の話、一人欠員のところを8人の、これね、皆様この感じあらと思うと思うんですけど、これは8人の多分最終面接に残り見事合格かなと、ね、想像しました。で、後で知ったことですが、私を推してくれたのが今の主人、あの子が絶対いいとっていうことでおすすめしてください。結構ご主人様あれですね、面接官の中では実力力をお持ちだったんですよね、きっとね。8人いた候補の中にたった1人の欠員にチーボー様を選ばれたっていう、やっぱりそれ後から聞いたらちょっとなんかちょっと照れますよね。ご主人様とはいえ何年40年くらいの前の就職試験だから、結婚はどれくらいでも狙われてたってことですよね。いや、なんかいろんなエピソードが垣間見えるな。チーボー様こちらもねプレゼント差し上げますので、ぜひ、ね、ステッカー楽しみになさってください。そしてメッセージが、ね、届いているようなので見ていただきましたら、あ、ひーちゃん様改めておめでとうございますというのは、奥方様からありがとうございます。他の方からもねこうやってメッセージ紹介してさらにお誕生日を祝っていただけるという、顔が顔は会ったことがなくてもショップチャンネルのお茶以降を通じて皆さんつながっていくんだなっていうのもちょっと嬉しいですよね。奥方様いつもありがとうございます。メッセージもありがとうございました。さあ、それではね、ここ行きます。あ、これお行く行きますか、はい、熱くなったエピソード教えてくださいということで、ラムレーズン様、大好きなアーティストのライブに鹿児島まで行ってきました。岡山から車で10時間近くかけて行ってきましたが、ずっと立ちっぱなしで拳を上げて叫び続けました。わかります。もう大好きな、ね、アーティストに出会えてやっと手に入れたチケットって、もう今自分の住んでるところではチケットが手に入らないと言っても全国、ね、こうツアーなんかされてると、ここだったらなんていうところに私も結構チケットを、ね、取るときありますけど、それが当たっていけるって言ったらもう何の苦でもないですよね。もうなんか疲れは吹っ飛びっていうのすごい気持ちがわかります。ラムレーズさんは熱くなったエピソードもこれは一つもういい思い出ですよね。本当にありがとうございました。ステッカー差し上げます。ありがとうございました。さあ、それではここでですね、この後半のお時間は幸せピクチャーということで、シェアしますよ幸せをみたいなお写真をね、皆様方に投稿していただくっていうタイミングなんですが、こちら見てください。かわいいじゃないですか。もうなんかね、ちょっともうお腹いっぱいで遊び疲れて寝てしまいましたっていうねメッセージいただいて、遊び疲れて爆睡していますと。かわいいですね。もう本当よっぽど可愛がられてるね猫ちゃんなんですよね。お腹出して動物が寝るっていうのはもう本当に今の警戒心がなくて、もうゆっくりしてるってことなので、なんかポーズがかわいいですよね。ありがとうございます。いちごミルク様投稿いただきましてありがとうございました。さあ、そして2番目なんですが、これはですね、ユーキャン様からね、ユーキャン様これ多分ですねお盆の時なんかにねよくこう飾られるほおずきだと思うんですけど、この方はね、祖母はほおずきの笛が得意だったそうですっていうことで、これちょっとね、得意だそうですということで、ほおずき笛っていうのは実を取り出して皮だけにして中に空気を入れて口の中で潰すこと、音を鳴らすの難しそうなんですが、ひーちゃん様も、ハッピーバースデー、8月の誕生日はひまわり、誕生日かはお花ね、ひまわりだそうですということですね。ショップチャンネルデビューを飾るならこの日が狙い目。日頃皆様からご愛顧いただいているアイテムばかりを取り揃えました。初めてのお客様には1000円割引をプレゼント。なんとなく気になっていたあの